じゃんじゃんやっていいよって思ってるタイプです。画家とかがやっぱハマったりするじゃないですか。僕が結構しびれた論理が、正義感とか価値観が自分なりに作ってるじゃないですか。だから他の人だったら、いや、一般的にはそれ違うようなんだけど、緑さんの話聞くと、確かにそれはそうで、その軸としては正しいよねっていう、その一般とは違う価値観ってどうやって育ってたの？ヒップホップだと思いますね。あ、でもヒップホップでいくと、その、薬やっちゃえみたいな、別になんか薬は他人に迷惑かけないんだから、好きにやったっていいじゃんっていう価値観もあるじゃないですか。はいはいはい、それには染まらないっていう、そのなんか、一般でも許容可能な範囲の、いや、僕は、ドラッグ、じゃんじゃんやっていいよって思ってるタイプですね。あ、マジですか？はい。あ、そうなんだ。はい、僕はそ、ドラッグに関してはヒップホップにハマる前から、絵を描いてたんで、画家とかがやっぱ薬物にハマったりするじゃないですか。はいはい。で、それで、その、LSD とかにハマったりとかっていうのも、もともとある文化なんで、うん、で、僕はそれは、工房は筆を選ばずの、現代版かなと思ってるんで。ああ、じゃあ使ってやれる人は別に使ってもいいよと。はいはい、そう思いますね。もともとそれはそうだと思ってます。僕が結構痺れた論理が、地元のすごい不良の先輩に、こう、金を取られそうになった時があったんですよ。まあ嫌じゃないですか、取られるの。その時に、お前はじゃあ音楽で金を作る。分かったよ。お前の筋を認めてやるよ、つって。俺は不良だから、そういうやつから金を取るんだよ。認めろよって言われて、めちゃくちゃ。めちゃくちゃやと思って、でもまあ筋は通ってるわみたいな。すげえな、ちゃんと筋通してくるんだ。そうなんですよ。俺はそういうやつから不良だから金を取るのが筋だから認めろって言われて、むちゃくちゃやなみたいな。でも言い返せないですもんね、そうやって言われたら。確かに不良です、そういう筋だと確かにそうですもん、ね、なりますもんね、なっちゃうんで。ああ、やっぱ名古屋面白いな。